かりおそらく敵の内通者がいる。俺の本当の名は黒ずみ勘十郎。ロフェヘーって寝て起きた時の俺は一番強いぞ。バリー、ちょっと遅くなった。海を舐めすぎだ侍ども。てめえらはすかんでろ。奴らからだ。狙いを定めろ。やべえ。試し切りにはちょうどいい。ドクロ爆発そう。よっしゃ。信じようぞ。相変わらず派手な真似を。せいぜい雑魚を潰して喜んでろ。なぜルフィの奴らが拙者を離せ。感じハブ港からトカゲ港に。まさかオロチ様は何も対策を打たなかったのか。ああ、オロチ様の指示を受け不利の浜辺に向かったのは俺たちだ。言う通りにすりゃいいんだ。了解。一晩で修繕するなど不可能なはずだ。てめえらだったのか。ふざけた真似しやがったな。なんてな。俺らの爆弾でサニー号を爆破しようた。このサウザンドサニー号はな、王者アダムで作った千の海を越える船だぞ。聞かなかったというのか。まあもっとも帆は焼けちまったけどよ。そうか、そうでござったか。なんかさ、人少なくねえか。囚人採掘場の3500人は。その数ざっと200人超。イタチ港には犬嵐の獣死体が200人。ねえ、キーエム、なんかトラブル。拙者不覚を取ったでござる。拙者の不徳の致すところ申し訳ない。だから誰もいねえのか。そんな。あいつ何してる。爆弾なんて効かねえんだよ。孤立無援なんだよお前ら。船が壊れなきゃ海の中に炙り出してやるさ。俺たちの仲間が来ねえってどういうことだ。ゼウス撃ち！チンフルー！ナビさん、ロビンちゃん！なめんじゃねえ！おい、お前ら、俺の質問に答えろ！そのライオンの船は壊し損れちまったが、もうここには誰一人来るはずがねえのさ！アホンじゃら！これぞ俺の一世一代のお芝居をたたえる。シリアン殿セバン。今日の宴はいつもの火祭りの宴だけではない。四皇の同盟だと。マジか、やばすぎるだろ。わかった、諦めちゃった方が楽なのさ。なに、お前らが威張ってんだ。みんな下がってろ。バカ、お前が下がる。俺がやるって言ってんだろ。俺がやる。傷を負ってめえ。ったく早いもんか。おめえ、雨の中じゃルームにはかなわない。お前に言われたくない。お前ら二人は敗者だ。それでいいだろう。お前ら生きて帰れると思うなよ。うるせえ、競争だ。ルーム、バウンドマン、タンクバイザー、インジェクションショット。
困っているようだな。何か手伝えることはあるか。そうか、敵を沈めるんだな。来るぞ。一体何のつもりだ。何するんですか、オラムさん。どういうことだ。沈めるのも悪い。何が起きている。奴は将軍の犬。赤座屋のお侍さん方、我が京四郎一家200名、あんた方の討ち入れに助太刀させていただきたい。あいつこっちにつく気なのか。敵だったんじゃないんですか。どういうこと。あなたはオロチの手下。義理の恩も光月家には計り知れずござんす。とかく思い出すのは金さん。40年前都で起きた山の神事件。桃源白滝。それを知るのはもはやただ一人だぞ。お主伝次郎か。伝次郎さん。伝次郎。伝次郎。アシラ。生きていたのか。光月家が家臣、赤座やクリーン男が一人。伝次郎。見違えたろうな。金さんたちの帰還を知ったとき、すぐにでも名乗り出たかったが。黙れ。いや違うな。あの印って、まさか武家の家紋。締めて1200人。ついにこの日が来た。俺たちも戦えるぞ。伝次郎。内通者はまんまとあんたの策に。長く都にのさばった権力者の愚かしさ。あんたたちが集めた4200の軍勢は作戦通り。じゃあ皆無事で。何も止まっておらぬ。金さん、さすがは俺たちのリーダー。やはりあんたは尊敬に値する。トカゲじゃなくてハトって読むのか。正直に言ってみろ、ジェーマン。結果オーライだ。怒らねえからいい。お主本気でトカゲと思ったんだろう。やめんか。拙者この戦いで死ぬのかもしれんな。確かに恐ろしき教訓。そうですよ金様、死ぬ時は一人じゃ死なせません。むさ苦しい男たちに言われても嬉しゅうないわ。引き受けよう、この運命。和の国はこの曇天よりも深い暗闇の中にいた。いざ鬼ヶ島へ、共におでん様の無念を。一体しかだ。俺を小物呼ばわりして無事に帰れると思うなよ。はい、深追いする必要は。今やるべきことは一つ。行かせぬ。お前とは長年苦楽を共にしてきた勘十郎。お前たちの道化ぶりもなかなか見事だったぞ。最後は光月の地で舞台を染めて終幕だ。浜松桃之助様。勘十郎、殺してくれ。ワイン
どの道貴様らなどカイドウ様の軍隊にかないはせぬ。ガッガッガッ。